はい、皆さんこんにちは、花坂ちさんです。今日はですね、パンジーの摘心をしたいと思います。パンジーは別名三色スミレとも呼ばれています。原産地は北ヨーロッパで、スミレ科の一年草なんですね。パンジーの語源はパンセ、物思いにふけるという意味だそうです。つぼみがついている様子が物思いに老ける様子に似ていることから付けられた名前だそうです。花付きポット内なら植え付け直後から楽しめる人気の花なんですね。日当たりと風通しの良い場所を好みます。寒さに強いので、冬もできるだけ屋外で育てますが、霜の心配があるときは軒下に移動をしてください。はい、それではね、とりあえずこれ見てください。皆さん、パンジーかわいいでしょ。ねえ、ね、見てください皆さん、これ前ね、こう植え付けた花なんですね。今こうやってますけどね、これすぐね、こんないっぱいになるんですよね。で、すぐいっぱいにはなりません。すぐっていうか、あるね、いろんなことをやればいっぱいになるんですけども、こう黄色い葉っぱがあったので、こう埋まってましたから、もう取りますけどね。これね、実は摘心をしたらね、早くね、たくさんのこう、花が分岐をされて、花がいっぱい咲きます。このままだったらね、だいたい一株に5個ぐらいが関の山なんですね。まあ、最低も6個かそのくらいですね。でもね、こう摘心を繰り返して切り戻しとかやっていくと、一株でね、20とか30とか、皆さんいかがでしょうか。そのままで5個ぐらいの花でよろしいですか。それとも一株で20、30咲かせていません。私はやっぱり20か30咲かせたいので、ここはね、摘心をして、ちょっとね、寂しくなりますけど、しばらくの我慢ですから、ぜひね、摘心をしてほしいと思います。まあ、こういったね、これ花が咲いた後にこういったなんていうか、種ができるんですよね。で、このマンションとこの種に栄養がいって花が咲かなくなるんですよ。だから、これこういうものはね、どんどん切った方がいいかと思います。よろしいですか。そして、こういったね、下から切るんですよね。ここにこれ皆さん分かりますかね。根元にね、こういった感じでね、摘心をします。分かりますかね。で、これ摘心をしちゃうんですよ。花を落とすんですね。もう落としちゃいます。ここにもね、つぼみがありますから、このね、下から切っちゃうんですよね。もう下から切っちゃうんですね。こんな感じで下からね、切っちゃいます。ちょっとね、また下から出てくるんで、すごくね、こんな感じでね、もうここから切っちゃうんですよね。こんな感じで、そしたらね、下から出てきてね、すごく大きな株になります。今はね、もう花を咲かせるっていうよりも、こう根を育てるっていうんですかね、そんな感じですね。根を育てるっていうのが大事かな。こんな感じでね、切りましたけどね。かわいそうって思われるかもしれませんけど、これをやらないとたくさんの花が咲かないんですよね。下の方からね、切りますけど、こういった感じで落とします。そしたらね、いっぱいね、また咲いてくれますんで、楽しみにしてほしいなというふうに思います。はい、こういったものもね、切ります。はい、切りました。これも一つ落としていいですね。ここからもう一個だけね、これも落とします。ここもね、もう一個落とした方がいいですね。もう真ん中をね、落としちゃうということですね。そしたらね、結構ガーッと出てきますんで、
楽しみにしてほしいなと思います。あとね、切られた後はですね、こういったもので消毒をするということですね。まあ日頃ね、これ切った後もいいんですけど、一月一遍ぐらいされたらいいと思います。こういったベニカスプレーってあるんですけどね、それからこういったもの、切り戻しとかですね、適用したら必ず水肥というかね、肥料をね、あげてください。まあ、2個ずつぐらいね、1個ずつぐらいでいいかと思いますので、OK です。それからね、パンジーは非常にこう、肥料が好きですから、こういった合成肥料、水代わりにね、1週間に1回ぐらい1000倍に薄めてあげてください。そしたらね、もっともっと芽が吹いてきますからね、今度はいっぱいになりますから、ぜひね、あげてほしいと思います。あとね、まあ、植え付けなんですけど、今からパンジーね、植える方たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、今からの花ですからね、基本はですね、根鉢を崩さず植え付けるんですけど、根がこう回ってる、ぐるっと回ってる場合はですね、その場合はですね、ちょっと取ってあげたらいいかと思います。まあ、あとまたほぐしてあげるっていうことですね。で、新しい土で植えるっていうのがこっちですね。肥料なんですけど、元肥として緩効性肥料をやって、その後は肥料を切らさないようにすると。鉢植えはさっき言いましたように、薄めの液肥を週1回程度。花壇はね、月1回固形肥料をちょっと上げとけばいいかなというふうに思います。水やりはね、土の表面が乾いたらたっぷりとやると。下からどんどん出てくるような形までやるということですね。鉢植えは早めの水やりを心がけてください。それから花がらすみなんですけど、花弁の内側がしおれ始めたらね、こうしおれてくるんですよね。ビュッとこうなんか垂れてくるっていうかね、花が。そういう点はね、もう取ってください。その次の花がすぐ出てきますんでね、早め早めに摘み取るっていうのがコツじゃないかなと思います。あと切り戻しなんですけど、春先になるとこうちょっと長くなるんですよね。こう、花長くなって花がつきますんで、まあ冬の間にね、切り戻しをしてちょっとこう短めにしておけば、まとまった花がね、かっこいい花が春に咲いてくれると思いますので、ぜひね、調整していただければなというふうに思います。今パンジーのね、摘心をやりましたがね、ぜひこれたくさんこんな風に咲きますんで、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。また皆さんもぜひね、パンジーを植えていただいて、この鉢いっぱいにね、摘心をして咲かせようと思いますんで、一緒にチャレンジしたいと思います。最後になりましたが、いつもコメント、高評価ありがとうございます。もしチャンネル登録まだしてないという方、この中にいらしたらね、今頭と見てるけど、まだしてないという方がいらしたら、ぜひ登録をお願いしたいと思います。登録していただくと、私が投稿した時に通知が届いて非常に便利です。今ね、画面の真ん中に私の似顔絵が出てますので、これをプチッとクリックするだけです。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、これ満開になったらあげますんで、切り戻して今度あげるから、どっちか、早い方であげたいと思いますので、ぜひまた見てください。さよなら、またお会いしましょう。